もういつになったらバーティーは来るの？あ、来たかな？ふふふ、僕バーティー遅くなっちゃってごめんね。エリザベス、右よし左よし、渡ります。ふふふふふふふ、バーティー早くしないと映画始まっちゃうよ。ごめんねエリザベス、今行くよ。おもうちょっと止まって止まって。ああ、ちょっと急いでいるから待ってよ。わあ、うわあ、トーマスまで来た。ちょっとしかも遅いねトーマス。映画始まっちゃうよ。ほほほ、へっへっへー、へっへっへー、おっとっと、お、バーティー、何やってるんだこんなとこで。ここを渡りたいんだけど、たくさん電車が来るからさ。へっ、いいよ、渡って。え？ディーゼル、優しい。やった、渡れた。エリザベス、お待たせしました。ディーゼル、ありがとう、映画行ってきます。お、お、行ってらっしゃい。俺も、出発ー。なんか気分がいいな。あ、あら、寝てたんだ。あれは夢だったのか。面白い夢だったな。いいことをすると気持ちが良くなるんだな。よく寝た。今日も頑張ろう。私はお休みです。あら、エミリーもヘンリーもゴードンもジェームスも早いね。よし、出発、ぐるぐるぐるゴー、ゴーゴー。今日はバーティーのところで荷物をもらって、それを駅まで運ぶんだよね。ヤッホーバーティー、おはようバーティー、お待たせバーティー。パーシー、待ってたよ。この果物たち、運んでね。よろしく。オッケー。行ってきまーす。よいしょ。お、あれはエミリー。はいはい、皆さん到着ですよ。降りてください。あ、上にパーシーがいる。おはよう。おはよう、エミリー。ちょっと僕、遅くなっちゃったよ。パーシー、そんな坂の途中で止まっていたら危ない危ない。え、僕は上に、あ、そっか、貨車が坂の途中なんだ。あ、ちょっと、やばいやばい、後ろに、あうわー、倒しちゃったよ。うわうわうわ、パーシー、何やってるの。どうしよう、野菜があるからそれだけでも運んでよ、パーシー。これは絶対にちゃんと届けてよね、パーシー。ごめん、バーティー、この野菜は絶対にちゃんと駅まで届けてくるよ。出発ー。よいしょよいしょ、出発ー。ストップ。あ、危なかった。ビクター、何やってんの。お、パーシーが、見たらわかるだろ、トーマスの修理をしてんだよ。まったく、もうこんなところで動けなくなっちゃったんだって。はあ、そっか。お、パーティー、ディーゼルテン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 。お、あれは野菜の貨車があるじゃないか。まだかな、まだかな。通れないのか。むむむむ。これは食べれるかも。
一個いただきまーす。うんうん、おいしいおいしい。これ全部もらっちゃえ。パーシーはわからないだろうな。へへー、ディーゼル10、ディーゼル10。こんなにたくさん手に入ったのは久しぶりだ。あっはっは。よし、トーマスの修理終わり。よし、じゃあ出発出発。あれ、なんか後ろが軽い。あれ、傘ないじゃん。なんで。うわうわ、2回も失敗しちゃったよ。逃げろ、怖い怖い、助けて。僕は何にも知りません。僕は何にも悪いことしてません。今日は外に出ていません。バーティー、向こうの駅でゴードンがずっと待ってるよ。実はパーシーに頼んだんだけど、果物の方は失敗しちゃって、野菜の方はもう持って行ってるはずだけど。いやいや、来てないよ。どうしよう。この果物を、へい、貨車。とりあえずもう一度貨車に積んでおこう。へへへ、お腹減ったな。うわっと、びっくりした。うわ、ディーゼル、これはお前のものじゃないよ。食べちゃダメだよ。ディーゼル、食べちゃダメだよ。あ、パーティー？ディーゼル、ありがとう。あ、夢で見たね。食べちゃダメ、食べちゃダメ、ダメ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 、食べちゃダメ、ダメだよディーゼル。へへへ、これ、俺が運んであげるよ。本当に？ゴードンのいる駅までだよ。嘘だ、絶対食べるつもりだよ。僕も駅で待ってるからね。ディーゼル、信じてるよ。よし、出発。へへへ。はーい、皆さん、到着ですよ。降りてください。あら、あれはディーゼル？はっはっは、ディーゼルが果物運んでるよ。また盗んできたのか？違うわ、ヘンリー。これは荷物を運んでいるんです。よし、この山の向こうが駅だな。よいしょ、よいしょ。大丈夫かな？落とさないで降りれるかな？行ってみよう。やっぱりダメだったか。もう一回。行くぞ。よいしょ、よいしょ。せーの。うわー、やっぱりダメか。少し積み方を変えてみました。さあ、三度目の正直、行ってきます。お、一個だけだ。これならちょっと下がって、よいしょ。できたできた、やっほー、到着です。わあ、ディーゼル、一つも落とさずに持ってきてくれたんだ。あのディーゼルが荷物を運ぶなんて何があったんだ。へへ、俺だってたまにはいいことするんだよ。ディーゼル、優しいね。ありがとう。今日はお肉とか野菜とかいろいろなものが届いたから、ディーゼル、機関庫で一緒に夜ご飯を食べようか。え、機関庫でいいのか。俺たちを助けてくれたお礼だよ。そうだろ、バーティー。食べよう食べよう。へえ、みんなで一緒に夜ご飯か。楽しそうだな。ということで、今日はディーゼルを呼んでみんなで夜ご飯を食べましょう。ディーゼル、本当にありがとうございました。みんな感謝していますよ。
僕は2回も失敗して怖くなっちゃったから逃げてきたんだけど、ディーゼルが届けてくれたんだってね。ありがとう。なんか恥ずかしいな。さあ夜ご飯を食べよう。うわ、俺の好きなハンバーグだ。やったやった。それではみんなのも、せーの。お、僕は大根と人参だけかよ。いただきます。おいしいおいしい。いただきます。こうやってみんなで一緒にご飯食べるのって楽しいんだな。うんうん、おいしいですね。いいことをすると何かいいことが返ってくるんだな。気持ちも良くなるし最高。オムライス熱、おいしいおいしい。それでは今日はこの辺で、バイバイよ、バイバイよ。それ僕のだよ、バイバイよ。本日もご視聴ありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたご覧ください。バイバイよ。